斉藤さん。お前は東堂ですよ、東堂平介。仕事の説明は明日からじゃなかったのか。それとは別件でして。はい、これ。これは新選組名物、浅黄色の羽織です。しかもこれは隊長のみが着用を許された隊長格仕様です。明日からこれ着てきてくださいね。隊長としてパリッとしてもらわないと。じゃ、お疲れ様でした。
ぞ寄ってってよ。さあどうぞ見てってください。あんた相手ち、仕事だ。お願いしますよ。そう言われましてもね、親御さんが事故で亡くなってかわいそうだとは思うけど、こっちも商売なんですよ。この子がいくら頑張ったって親御さんの借金100両払えるわけがないでしょ。だとしたらやっぱりあの家を売るしかないよ。それだけは。あの家は両親との思い出が詰まった大切な場所なんです。だったらどうやって払うってんだ。君みたいな若い娘があの大金を払うなんて、体でも売らなきゃ無理だぞ。とにかくこのまま払う当てが見つからないなら、予定通りあの家は売りに出させてもらうからね。そろそろ荷物をまとめておくように。それじゃ。やっぱりダメか。ごめんね、なんとかしてあげたいんだけれど。いいんです、神主さん。地主さんに掛け合ってくれてありがとうございました。いや、これくらい。君のご両親とは仲良くさせてもらってたからね、協力するのは当然だよ。しかし借金を払うわけか、そんなのないよな。どうしよう。おい、どうしたんだ、揉め事か。あ、斉藤さん。なるほどな。事故で死んだ親の借金100両を払う当てを探さないと、この子はこの家から追い出されてしまうと。うん、だけどこんな若い子を一人で路頭に迷わせるわけにはいかないじゃない。それにこの子にとってこの家は特別に大切な場所みたいだし。そうなのか。あ、はい。この家は
事故で死んだ両親が残してくれた唯一の形見みたいなものなんです。私は生まれてからずっとこの家で育ってきました。うちは貧乏だったけど、お父さんもお母さんも優しくて、私すごく幸せでした。ここはそんな家族との思い出が詰まっている大切な場所なんです。両親が亡くなった今、この家まで失ったら、私の大切なものも思い出も全部なくなっちゃう。それがすごく怖くて。それに両親の借金も元はといえば私のせいなんです。どういうことだ？私、幼い頃珍しい病気にかかってしまったんです。治すには高い薬が必要で、両親はそれを買うために借金を。だからうちの借金は両親のじゃないんです。私の借金なんです。私が病気にならなければ借金もなかったし、この家を失うこともなかったのに。それは違う。親が子供のために尽くすのは当たり前だ。それはお前の責任じゃない。それにお前がそんなことを言ってるのを知ったら、天国の親御さんたちも悲しむはずだ。自分を責めるのはよせ。事情は分かった。要はこの子の借金を払うあてができれば、この子はこの家を失わずに済むということだな。あ、うん、そうだけど、一つ頼みがある。この家を案内してもらえないか？え？あ、はい。ちょっと古いけど畑で野菜も作れるし、台所とかお風呂もちゃんと空いてるからね。地主が欲しがるのもわかるでしょう。ああ、確かにな。俺も気に入った。よし、決めたぞ。え？決めたって何を？さっき言っていたよな、この子の借金を返す当てが欲しいと。ん？うん。なら俺がその当てになってやる。え？え？どういうこと？わからないのか？俺がこの子の借金を返すということだ。え？え？信じられない。そりゃありがたいけど、いいの？借金100両だよ。100文じゃないよ。ああ。だが俺もそこまでお人よしじゃない。条件が2つある。条件？ああ。1つ目の条件だが、この家は俺の別宅にさせてもらう。別宅？そうだ。たまにはこうした田舎でのんびりと自給自足の生活を送るのも悪くない。なるほど。確かに野菜作りや料理もできるから別宅には最適かもしれんね。もう一つの条件だが、お前には今まで通りこの家に住んでもらう。え？どういうことです？俺にはまだ今日の町でやらなければいけないことがたくさんある。ここで毎日過ごすことはできない。だからお前にはこの家に住み込みで
家事や掃除をしてもらいたい。そうすればお前もこの家と離れずに済む。借金の苦しみからも解放される。なるほど。すごい。まあ俺みたいなむさ苦しい男と暮らさなきゃならんという新たな問題は発生するかな。ただ悪い話ではないはずだ。どうする？本当にいいんですか？借金を肩代わりしてもらって、その上私もこの家で住ませていただくなんて。ああ確かに少し高い買い物ではあるがな、俺も一応武士だ。二言はない。ありがとうございます。よろしくお願いします。決まりだな。やったー、よかったねー、よかったー。はい。そういえば自己紹介がまだだったな。俺は斉藤だ。お前は？はるかと言います。はるかか。じゃあこれからよろしくな、はるか。はい、よろしくお願いします、斉藤さん。よし。よし。豊作だ。よし。よし。
斉藤さん。いってらっしゃいませ。ああ、はるか。ちょっと出てくる。あ、はい。何とぞお気をつけて。硬いな。え、何がです？はるかの俺への態度だ。これから一緒に過ごすんだ。もっと気さくに接してくれて構わない。あ、はい、わかりました、斉藤さん。どうするか。ひとまずその斉藤さんという呼び方を変えてみるか。呼べばいいでしょう。そうだな。はじめちゃんなんてどうだ。はじめちゃん、ちょっと違和感を感じますね。逆に呼びにくいかも。そうか。まあ確かにな。それじゃあ、あだ名で呼ばれるのもいまいちピンとこないしな。となるとおじさんとかか。おじさん、確かになんかすごくしっくりきます。なんでだろう。もともと老け顔だからな。実際の年はまだおじさんというほどでもないが。あ、ごめんなさい、失礼でしたよね。いや、言い出したのは俺だし構わん。お前が呼びやすければそれでいい。どうだ、呼びやすいか。はい、すごく呼びやすいです。ならそれでいい。これからはもっと打ち解けてくれ。じゃあ行ってくる。あ、はい。はいじゃない、うんでいいぞ。うん、行ってらっしゃいおじさん。